旧世界の形は天災によって変えられてしまった。生き残った者たちが立ち上げた新たな世界も絶えない戦火に脅かされた。けれどそんな世界も安寧を取り戻すことができた。あの人がいたから。これはあの人と私の物語。いえ、あの人と私たちの神殺しの物語。こんなところに一般人が。とても苦しそう。今マスクを外してあげる。とはないよね。ナズカの人間に見つかる前に早く逃げないと。ナズカの民よ、トンガ加国はすぐ目の前だ。予言にある約束の日が近づいている。彼女が降臨する前に我らは約束の地にたどり着かねばならん。彼女の最も忠誠なナズカの民として我らがお迎えに上がるのだ。ただし、その前に、出陣だ。立ちふさがる者すべて、バラバラに引き裂いてしまえ。今度は何だ？あれはホルスよ。ナズカ連盟を率いるリーダー。私たちのいる凛島に武力行使を仕掛けてきた張本人。って、あなたどこへ行くの？レナ！返事をしてくれ！いや、離して！お兄ちゃん。あの女の子は、あなたの身内なの。レナ！油断しない。ぼーっとしてると死ぬよ。あの子を救い出したければ一緒に戦って。矢の降った地に生きるものなし。ちょっとだけ実力を見せてあげるわ。雷鳴が轟き、大地は静まり返った。満月に潔く果てるがよい。ああ、なんて爆発日和なんでしょう。そう、君たちは一旦引き上げる。ここは私たちに任せるんだ。猛炎すらいてつく極寒をその身をもって思い知れ。あなたの信仰と私の 85mm 殺傷型硫酸弾のどちらが勝つか実験して。また私を阻むため、東美と凛島が手を組んだ。ならばこちらも星月の輝きを隠す必要はないわ。かつて私は戦争の神モンチュ、月の神コウスなどと呼ばれた。だが私のマナを知る者は私の先祖だけだ。
今こそ教えよう。我が名はホルス、デポトリスのホルスだ。はっ、星々の主の名におい、私こそが唯一の王たる者。すさまじい力だな。当然の結果だな。勝利こそ私にふさわしい。ホルス、勝利とはいずれ歴史に埋もれるものだぞ。そしてこの世の中には歴史などというものに縛られないものが存在する。正義や真理と同じようにそれらの力は時間の流れに変えられたりはしない。さあ見てもらおうじゃないか、時空を超えたこの力を。量子融合グリオナック、タップして量子融合を発動しよう。灰になってあの世へ行きなさい。科学を敵に回す覚悟はあるのか。報告を。本来の任務は一旦保留。私たちの正体は人道的観点から彼らの安全確保を現状の最優先任務とします。彼らの安全？はい、この人とその妹さんのことです。二人はなぜかラスプタから狙われているようです。わざわざ一般人を相手にするナズカとラスプタではない。もしかして最近ここで起きている鉱脈異常と関係があるのか。ソーバ、新たな任務だ。これよりその一般人と一緒にその妹を救出してきてくれ。おそらくラスプタはナズカに凛島への進軍をそそのかし、混乱に乗じて真の目的を果たすつもりだろう。了解しました。ちょっと待ってくれ、これを持っていくといい。ネオリス、きっと役に立つ時が来るだろう。前方の戦闘エリアへ行き、妹さんの痕跡を探そう。レナ、どこだ？お兄ちゃん、もう出てきていいよ。イリリ、無事だったのね。そうだこそ。レナ、よかった、無事だったんだな。戦場偵察中にこの子を見つけて助けたんだけど、まさかソーバたちが探してた子だったとはね。くそ、なんだってこんな目に。そんなのこっちが知りたいよ。あなたたち何かラスプタの気に触ることでもしたの？ラスプタ？いや、俺たちはクリスタルを掘ってただけで。それだけ？他に何か心当たりは？そうは、抑えて抑えて。二人も困ってるでしょ？また出た。どうやら簡単には諦めてくれないみたい。あ、衝撃弾来るよ！気をつけて！お前ら、レナに触るな！作戦を始めるよ。各員注意して。進化体は
自動で自分と同じ位置の敵を攻撃するよ。攻撃で調律ゲージが溜まって満タンになるとスキルを発動できるよ。はっ、はあ、よいしょ。調律ゲージが満タンになったね。進化体は自動でスキルを発動するよ。雷鳴が轟き、大地は矢の降った地に生きるものなし。レナ、大丈夫か？衝撃弾の影響で軽い脳震盪を起こしてる。少し休みましょうか。そうだな。レナ、横になってるといい。それじゃあ、休んでる間に詳しい事情を教えてくれないか？わかった。それじゃあ一から説明するね。研究によると、あれは5000年前のこと。ちょ、ストップ！いくらなんでも一からすぎるよ。私から説明するね。とりあえず今大事なのは、私たちはあなたたちの味方で、あいつら、ラスプタは敵ってこと。で、私たちがここにいる理由は、クリスタル鉱脈に異常をもたらしてる何かを探してるからなんだ。何かってことは、具体的には分かってないんだな。そうよ。だから私たちはその原因を突き止めようとしてたの。ラスプタがあなたたちを狙ってるってことは、何か関係がありそうなんだけど、そのことに関して心当たりはないかな。確かに最近この辺りで大量のエコークリスタルが発掘されてるのは事実だけど、それ以上のことは何も知らないな。それだと狙われてる理由がわからないな。もしかして特別な家の子だったりとかする？なんかこう、特殊な能力を代々受け継ぐ家系みたいな。多分違うと思う。家のことなんて知らないけど。何か事情がありそうね。あなたたち兄弟のこと聞かせて。別にいいけど、面白い話じゃないぞ。俺とレナは施設で育ったんだ。物心ついた時にはすでにな。親の顔も知らない。肉親と呼べるのはレナだけさ。施設暮らしか。それは楽ではなさそうだね。生活自体に困ったことはなかった。ただ私の体が弱いせいで、お兄ちゃんにはずっと迷惑をかけてるの。レナ、休んでないとダメじゃないか。レナさんは昔から体が弱かったの？ああ、レナには施設の食事だけじゃなくて、もっとちゃんとした食べ物や薬が必要だった。だからお兄ちゃんは私のために小さな頃から外に働きに出てくれて。普通子供は親に守られてるものなのに立派だね。けど子供にできる仕事というのは限られてるよね。施設の警備員が俺にいろいろなことを教えてくれたから、そのつてでできることは何でもやったよ。戦い方なんかも教えてくれたから、随分と役に立ったんだ。なるほど。だからそれなりに戦えるってわけね。私の体さえ弱くなければ、お兄ちゃんはそんなことしなくてよかったのに。兄貴が妹を守るのは当然だろ。レナが気にすることはないって。それに最近はエコークリスタルがたくさん取れるようになったから、お金に余裕もできてきたんだしさ。クリスタルを売って稼いでるってわけね。
ああ、そういうこと。そうだ、クリスタルといえばレナの体にも関係してることがあるんだ。どういうこと？実は体の表面で少し結晶化してるところがあって。本当だ。何なんだろうこれ。一体どういうこと？こんなの見たことない。まさか。あいつらまた。レナ、隠れてろ。あいつら、もしかしてクリスタル測定器を使ってレナさんの体にある結晶を、それで私たちの居場所を割り出したというの？雷鳴が轟き、大地は静まり返る。矢の降った地に生きるものなし。まったく、本当に面倒に、奴らに咲く時間なんてないのに。量子ポイントは満タンのようね。今が使いどころみたい。ネラジェの弓の威力を試してみよう。よくやったね。任務完了だよ。レナ、敵はもういなくなったから出てきていいよ。レナ？あれ？レナちゃんもいない？どういうこと？ラスプタの奴らは倒したのに。そんなことどうだっていい。レナを探さないと。まったく、考える前に体が動くタイプみたいね。私たちも行くわよ。邪魔をするな！行動を続けようね。各位中せい。よくやったね。任務完了だよ。お待たせ。イリリ、ただいま参上。君もこの世界のこと、もっと知りたいよね。私は化け物。クリスタルが鱗みたいに体を覆い出したとき、気づいてしまった。
一緒に行くぞ。なんで追いかけてくるの？ようやく決心してお兄ちゃんから離れたのに。このまま一緒にいたらお兄ちゃんまで殺されるかもしれないんだよ。やっと合流できたわね。それで今はどういう状況？不測の事態が起こったの。彼女はシェナ、私が預かる小隊の3人目のメンバーで。まずいいお知らせ、逃げ道を見つけたよ。でもいいお知らせがあるってことは悪いお知らせもあるんでしょう？悪いお知らせはこの作戦、敵を指揮してるのがウアジェトだったってこと。ウアジェトってそいつは何者なんだ？ウアジェトはナズカ連盟でもホルスに次ぐ有力者なんだけど、それだけじゃなくてラスプタの幹部でかなりの強敵よ。イリリ、彼女に遭遇しないで済むような道を教えて。了解、できるだけ頑張ってみる。こっちだよ。だけ実力を見せてあげるわ。本当にこの道ならウアジェトを避けられるの？まあ 51% くらいは多分。年は取ってても目だけはまだ良くて助かったよ。じゃあ見逃してしまうところだったわ。やはり見逃してはくれないってわけね。この人怖い。話に聞いてた通り、体がクリスタルになっちゃうことってとっても魅力的ね。ずっと見ていたくなっちゃう。さ、そこの生贄を渡して。お互い時間の無駄は省きたいでしょ。誰が渡すか。ああ、交渉不成立ってわけ。それ無理やり奪うしかないわね。せいぜいあがいそれ。ちょっとだけ実力を見せてあげるわ。雷鳴が轟き、大地は静まり返る。矢の降った地に生きるものなし。せいぜいあがいてちょうだい。リミッター解除なんちゃって。ちょっとだけ実力を見せてあげるわ。せい。絶望する姿を私に見せてちょうだい。それ。ちょっとだけ実力を見せてあげるわ。せい。よくやったね。任務完了だよ。ようやく器を見つけたのよ。邪魔者はさっさと消えてちょうだい。やめて！レナ、近づくな！
ちのために補給を用意したよ。基地のメインコントロール室に来てね。あ、起きちゃった？まさかうたた寝してるなんてね。ここをタップして、持ってる超原質で超越構成をやってみよう。よく人から頼りなさそうって言われない？そうね。よし、私が鍛えてあげるわ。進化体を小隊に配置してみよっか。戦いに怯えること。進化体を育成してみよう。タップしてレベルアップ。それよりもレナは、落ち着きなさい。まずここは私たちの組織トレリックの基地の中よ。気絶したあなたをここまで運んできたの。レナさんはエコークリスタルと融合してあの場所に封印されてしまった。どういうことだ？レナは死んだのか？死んではないけど、あの状態だと生きてるとも言えないかな。そんなの、死んでるのも同然じゃないか。ちょっとまだ動いたら。俺のせいだ。俺がもっと強ければレナを守れたのに。あなたに必要なものを教えます。それは偉大な遺物ですよ。え、フェンリル中佐、なぜここに？偉大な遺物があればあなたの妹は助けられる。それを彼に伝えにね。その偉大な遺物というのは一体？ちょっと、また倒れてしまいました。まあ、病み上がりなのに無理するからですね。次に目を覚ましたら何か食べさせて訓練室に連れてきてください。訓練が始まるよ。悲しみのあまり食事も喉を通らないかと思ってたけど、そんなことなかったみたいね。悲しんでる暇なんてないからな。それでここは何をする場所なんだ？よろしく、新人くん。調子はどうですか？いいですか？いいですよね。では早速。あの、新人って、俺は仲間になるなんて一言も言った覚えはないけど。ゴーン。
そうですか。まあ妹さんを助けられる偉大な遺物についてそんなに知りたくないというのなら仕方ないですね。では私はこれで。待ってくれ。わかった。喜んで仲間になる。それで俺にこれから何をしろと。お分かりいただけて何よりです。さてあなたは妹を救う方法について知りたい。そうですね。けれどこちらとしてもいきなり全てをお話しするわけにはいきません。だってほら私たちっていわゆる特務機関なので、どこの誰とも知れないよそ者には情報を明かせないというか。陣容を調整しよっか。雪崩は優れた防御型進化体だよ。彼女を前衛に置いて中新しい陣容で戦おう。せい！ちょっとだけ実力を見せてあげるわ。はっ！凛刀軍人の誇りをしかと見ろ。ちょっとだけ実力を見せてあげるわ。雷鳴が轟き大地は静まり。リミッター解除。なんちゃって矢の降った地に生きるものなし。ちょっとだけ実力を見せてあげるわ。新人だって言ったじゃないか。なんだか面倒だな。とりあえず今の段階で話せることは全部教えてくれ。面倒とはまた失礼千万ですが、まあいいでしょう。具体的に何が知りたいのですか？そうだな。そもそも偉大な遺物というのは一体。その質問に答えるには、そうですね、まずはこれを聞かなくてはなりません。あなたはエコークリスタルの特性についてどの程度ご存知ですか？何かと何かを融合させる力がある。その通り。一般的な物理法則を無視して無機物だろうが有機物だろうがクリスタルを通して融合させることができます。それがエコークリスタルの特性ですね。この特性を用いれば角に満開の花を咲かせる鹿、甲羅にきらめくクリスタルを輝かせる亀なんてものも生み出せてしまうわけです。他にもあなた思いの病弱な少女をクリスタルと融合させたりなどもですね。中佐、無神経ですよ。と申し訳ありません。非常に興味深いケースだったので。うん。さてクリスタルを用いて融合させられた2つの物質は現代の科学技術では決して元の状態に戻すことはできません。ただ偉大な遺物だけは例外です。あれには物質を分裂させる特性がありますからね。そう、それこそがあなたの妹を救う唯一の方法というわけです。とにかくそれがあればレナは助かるんだな。
どこで手に入るんだ。おっと、サービスタイムはここまで。これ以上の情報はあなたが力を示してからにしましょうか。中間補給を受け取ってね。招待メンバーの作戦能力を上げるには増幅アイテムを使う必要があるよ。進化体の初期調律ゲージが上がると先にスキルを発動することができるよ。委託作戦を行い、組織の他のメンバーに強化素材を集めてくるようお願いしてみよう。探すをタップして委託作戦をスタートさせよう。雷鳴が轟き、大地は静まり返る。凛冬軍人の誇りをしかと見ろ。価値だらけの欠陥品は出直してみなさん。それに生きるものなし。せい。価値だらけの欠陥品は出直してみなさい。よくやったね。任務完了だよ。示したぞ。さあ、偉大な遺物の在りかを教えてくれ。グッドです。ではお望み通り遺物の在りかを教えましょうと言いたいところですが、それはできません。なぜかというと、なんと遺物がある場所に関しては詳細が分かっていないからです。は？偉大な遺物はある種の人たちにとっては禁忌とされているのです。それゆえ破壊され、人々の記憶からも抹消され、その原理すら古代の書物から削除されているので復元もできないというわけなのですね。じゃあダメじゃないか。レナを救えるなんて言って俺を騙したのか。まあまあ、話は最後まで聞いてください。頭に浮かんだことをすぐに口から出すなんて愚か者の証ですよ。私たちが、いえ、私たちだけが
妹さんを救えるのは真実です。その証拠に偉大な遺物の一部なら私たちの手の中にあるのですから。一部？ええ、偉大な遺物はかつてある勢力に破壊されるのを防ぐため分解されて各地に秘匿されました。その一つを我々が保管しているのですよ。もうぶっちゃけると私たちはその勢力と敵対関係にあります。そして同時に彼らはあなたの敵でもあると言っておきましょうか。もしかして偉大な遺物を破壊しようとしてた奴らって俺と妹を狙ってきてた？そう、ラスプタです。彼らは現代における古神の代理人を名乗る不届き者どもですね。時に新人くん、あなたは古神の存在を信じますか？50年前にエコークリスタルをこの世にもたらし世界を蹂躙したのは古神なのですが、世間では俗説だと一生に伏す方々も多いんですよね。ああ、信じる。なら話は早いです。私たちと共に古神を葬りましょう。レッツトレリック。レッツ？古神を殺すってそんなことが可能なのか？ええ、では改めて、お本、すでに名前くらいは聞いているでしょうが、私たちの名はトレリック。神々にあだなす勇者の集まりです。神を殺したのなんだの、正気の沙汰じゃない。どう思おうとあなたの自由です。ただ大事な妹さんを救う手がかりはその正気じゃない我々の手にあることをお忘れなく。俺は神のことなんてどうでもいい、ただ妹を助けたいだけだ。ええ、構いませんよ。どうせならウィンウィンの関係でいきましょう。まあ妹を助けたいなら結局私たちに従ってもらう以外にないのですけどね。こちらなだせい。ふん、せい。リン、灰になってあの世へ行きなさい。雷鳴がとどろき、大地は死。はっ、ヒル、リンター、解除なんちゃって。矢の降った地に生きるものなし。